ゆらりです。えこです。ひめかです。アリアです。ひなです。ピンク、ラテ、ティー、ビー、始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画はスマホのケース紹介です。今回は私たちが普段から使っているスマホケースをみんなそれぞれ持ってきたので、ちょっと紹介していこうかなって思います。せーの、どうぞ。私はお気に入りの2つのスマホケースを買いました。まずこれは壁にひっつくスマホケースです。めっちゃ便利です。壁にひっつくから TikTok とかもこうやってペッてとダンスを撮るときとかに覚えるんですよ。お金がない、どうしようというときにこれをペッて貼ります。で、今使ってるのがこの私がめっちゃ好きなモンスターズインクのスマホケースです。これはアイフェイスって言って多分なんですけど割れないんですよ。あー、持ってる持ってる。ディズニーかわいいです。iPhone の機種は iPhone 8です。次はゆなで、今はつい最近携帯を変えたので、以前使ってた iPhone7 の時のやつと今使ってるやつ持ってきました。まず今使ってるやつがこれ、ニコロショップで買ったニコウサのスマホケースです。これは立体になってて、いいニコウサがめちゃめちゃ可愛いです。可愛い、可愛い、可愛い。ここにもニコロンって書いてあります。可愛い、それめっちゃ可愛い、可愛い、欲しい、欲しい、可愛い、可愛い。で、もう一つがピンクラテでもらったケースなんですけど、なんかゲーム機みたいな感じになってて、使いすぎてね、ここがね、剥がれてきてるんですけど。すごい、いつもそれだったもんね、前。そう、1年以上使ってたもん。マジ1年、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 1年未満。入ってから、ちょっと使ってもらってでから、ちょっと使ってる。結構長い間使ってるね。はい、うん、はい。みんなには結構これしっくりきたのでずっと使ってました。で、次、今使ってるやつがこの透明なんですけど、こうやってなんかステッカーとかね、プリとかを挟んで、ちょっとなんかあ、こちらのそう、大阪府の時のね、プリです。あ、もうそう。で、これなんか着せ替えっぽく毎日毎日変わったやつ入れたら、今秋っぽいんで飽きずにも使えるかなと思って、今透明で挟んで使ってます。まずこちらです。よいしょ、サンキューマートです。ちょっとなんか音楽かけてる時みたいになってますよね、この辺とかが。あ、本当？音楽、そう、止まる。で、ここにプリが入れます。前までプリ入れてました、ここに。で、2つ目がピンクラテルです。ゲーム機風になってるんですけど、ゆなちゃんと色違い。まさら、ゆなちゃんがピンクで私が透明です。透明って言ってもプリクラとかは見えないんですけど、入れてもクリアなタイプです。で、今使ってるのが真っ透明なんですけど、プリを入れてます。青春のチュッパチャップスプリです。体操服だから。ちょっと最後これです。恐竜ちゃんです。顔のサイズと同じくらい。で、私の iPhone の機種は8なんですけど、 6S と7と8は多分一緒だと思います。確かだから一緒だよね。一緒、7だよね。7と8一緒です。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 以上です。ゆらりどうぞ。はい。普段私が使っているスマホケースは、今日持ってきたのは4つなんですけど、1個目、トムとジェリーです。可愛いんですよ。これサンキューマートで買いました。サンキューマートめっちゃいい。そう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 。なんかこれはこうやって iPhone 入れるじゃないですか。したらジェリーがこのリンゴの上に乗っかってるようになってるんですよ。あ、可愛い。そう、計算された。あ、可愛いよね。そうで、そのトムがびっくりしてるっていう絵です。めっちゃ可愛いんですよ。私の機種も8ですよ。次はこれです。タラです。刺繍？そう、なんか縫ってある。多分これすごい、ミシンかな。ね、これ布じゃないやつに多分さ縫い付けたからデコボコになってるよね。すごい。これも多分サンキューマートかな。うん、サンキューマートです。これすごい。サンキューマート紙。エイトにした時ゆらりがサンキューマートで3つぐらい買った。そうなんです。一気にバッて買った中の1つを持ってきました。でもサンキューマートめっちゃ可愛いじゃん。うん、いいのよ。安いよ。はい、タラでした。あ、なんか生地はちょっと革っぽいっていうか、大人っぽい、大人っぽくはないけど、なんかかっこいい感じになってます。はい、次これはなんか普通の紫のケースです。これは本当やった。これは耐久性
抜群で、ワイヤレス充電っていうやつか、置いて充電するやつにも対応してるんですよ。なんか太いやつってたまに反応したやつがあるんですよ。これは反応するんですよ。なんか待ち受けと色を合わせてたよね。そうそうそう、今は待ち受け近いけど、今日は服の色と合わせてきて。あ、そうなんですよ。あ、そうなんですよ。ちょっと違う、ちょっと紫っぽい。ほら、なんかちょっとトリートーンかな、123かなみたいな感じで合わせてきました。嘘です。アイフェイスって聞かれるんですけど、アイフェイスじゃなくて似たようなアイフェイスもどきみたいな、耐久性抜群で。こちらがほとんどアイフェイスですよ。ちょっと違うかな。あとここちょっとへこんでる、ありがとう。あとここにはなんかストラップつけれるみたいな穴が開いてます。つけたことないですけど。 あと色がめっちゃ好きです。これなんか青っぽく見えるのかな。あ、姫香がいるこれなんかちょっと画面だと青っぽいんですけど、めっちゃ可愛いの。紫じゃあ紫です。最後あれです、 1%。 これネットで買ったんですけど、可愛くって一目惚れしちゃって。なんかこれあと色違いで白で 100% もあるんですよでも白だと汚れ目立っちゃうしって、いろいろ考えて黒の 1% にしました。なんか一派って可愛くないですかマットなんですよ。これツルツルじゃないんですよ。だから結構持ちやすくって、私的にはお気に入りです。これめっちゃ最近買いました。インスタにも載せたんですけど、そしたら姫香から姫香もそれにしようかなってコメント来ましたいいねしたよ。そう、いいねしてくれました。以上、私の4つスマホのケースでした。紹介を終わります。エコ紹介するんですけど、多分エコが一番少ないかな。うん、少ないです。これと、これと、これと、これとこれとこれしかないんです。うわ、なんか衝撃的。はい、じゃあまずこれが一つ目です。じゃん、ブラウンのスマホケースなんですけど、ネオンカラーに近い緑が可愛いっていうのと、ブラウンが可愛いのと、このストラップが可愛いっていうのがあります。お財布にも。それ別々だよね。あ、作りました。次は私の大好きなアプリッチの種類なんですけど、これがおままです。これは韓国で買ったんですけど、ここが分厚くて持ちやすくて、これが可愛くて、ここがスライドしてて、ここパスも入れられるんです。ピッてスマホで。超便利。これはポテトチップスの袋みたいな形になってて、エコがネットで見てからずっと欲しいと思って、やっと新大久保で見つけて買ってもらいました。好きなんだね。そう、これがついてて落とさないんです。で、これは透明な100均なケースに後付けだよね。そうなんです。そうなんだ。これをつけるために買いました。あ、ピッチかわいい。シリコン種類を紹介します。さっきブラウンを紹介しちゃったんですけど、これが私のシリコン種類です。これはウィゴーで買いました。シールみたいなのがついてたんですけど、使い方が分からなかったです。教えてください。はい鍵付きの手帳みたいになってて、お気に入りです。これがユナちゃんと色が違くて、ウサギちゃんの種類も違うんです。でも可愛いですよね。可愛い、可愛い。ニコロ、ここに書いてある。ラブニコロ可愛い。風船ガムなんです、この子。ちょっとなんかちょっとね、塩っ気のウサギちゃん。次、7つ目。これがアイスクリームで、結構これが買った時にお気に入りだったので、何個かキラキラが取れちゃったり、ここは欠けちゃったりしてるんですけど、小さくてここのデコボコに手を入れて持ちやすいんです。なるほど。お気に入りでした。でした。過去形あとはこれです。ひめかちゃんとお揃いです。色違いよ。イエーイ。でも今かそっちも持ってる。これはダイソーで買いました。これもダイソーで買ったんですけど、最初買えた時にとりあえずなんかダイソーが近くにあって、走って買えたから早く買いに行くみたいな感じで、この2つが初めに買った1日目のスマホケースです。で、エコが最近買ったばっかりのスマホケースは、あ、ごめんこの2つなんですけど、ここのレンズの部分がちょうどスマホの形のレンズになってて、つけた時にぴったりしてるんですあとなんか色がパキッとしてて可愛いなって、あと女の子が可愛いなって。何個目だそれ。何個目だろう。11、12、13、14。これが
ピンクラテの方でもらったんですけど、これが命なんです。最初からちょうど違う。イエーイ。なんか私はだけもさ、色々感じるな。エコはなんか青なんですけど、あんまりそうピンクラテのやつは汚したくないので飾ってます。で、これが洗濯機の感じデザインなんですけど、ピティさんとはいゆらりちゃんとアリアちゃんが色地持ってます。私緑持ってます。私も緑。おい、偉い。おそれでここが透明になってるんですよ。だからここだけなんかデザインがもともとあるみたいになって可愛いんです。で、これが一番この中でお気に入りで、切符みたいになってて裏がキラキラなんです。すごくないですか。ゆなちゃんがこれの銀持ってて、私がこれの紫を持ってます。ピンクピンクしてて可愛いんです。キラキラ。はい、これでーす。なんて書いてあるのか分かんないんですけど、友達から誕生日プレゼントにもらったバラです。いい、ね、落ち着いた柄なんですよ。ありがとうね。はい、これです。それめっちゃいい。何ガチャってなる。そう、これはピンクもあったんですけど、サンキューマートで買いました。なんでリアル。ここが本当にリアルになってて、ここもリアルになってるのかな。ここもなんかちゃんと入れられて、TikTok とか撮るときにここを持てるんです。あ、いいね。だから波がやりやすくて。確かに。それさ、カチってやつってカメラ反応するの？しないしない。しないしない。17です。かわいい。はい、これです。お子様にしたらラメ動く。そうなんです。結構ラメが細かくて鮮やかなんですね。動きが滑らかだし。滑らか。あと星が入ってるんです。ちょっとずつ可愛い。夏っぽいな。でもこれはすごくエコ、家の中で落としちゃっていっぱい割れまくってます。結構スマホケースって傷つくよね。これ結構ガラス。本当だ、プラスチックじゃない。これが最後から2つ目です。めっちゃ汚いんですよ。黄色いグラデーション。これも100均ですね。隠すよ。ちょ、汚すぎてシールを貼りました。最後です。お、鏡を。やばい、全然鏡なの。まあ、こういうやつです。こうなってて、ここが、まあ、さっきのなんていうんですか、これと同じでぴったりしてるんです、このレンズの部分が。これも300均一。鏡持ってなくてもこうやって主権する。そうなんですね。荷物が減る。以上、私の少ないスマホケースでした。イエーイ。はい、みんなのスマホケース紹介終わりました。さっき紹介したやつの中から一人一個お気に入りのスマホケースを紹介していきましょう。はい、皆様どうぞ。はい、行きます。透明のケースっていうか、まあ、この中に入れるから好きなんですけど、友達との思い出とか、また次遊びに行く時とかに花子との思い出入れてたり、メッセージカードとか入れてもらう。そうそうそう。今が一つ欲しいものがあって、ここにあのピンクラテのリングが欲しくて、うん、欲しいからお母さん一致する作リングが欲しくてなので今お母さんにお願い中です。お母さん買ってください。じゃあ次アリアちゃん。私のお気に入りのスマホケースはこのモンスターズインクです。なんかキャラクターが大集合みたいな感じで、うん、なんか初だよ全知らない。ずっとこれ使ってたんですけど、何回落としても割れないんですよ。でもなんか最近から取れるようになっちゃったんですよ。謎ですよね。あ、取り外しはできるんだ。キャンディングもなくないから。なんか取れちゃった。なんかこれお気に入りです。私のお気に入りはこちらです。サンキューマートのやつ。だいたいインスタじゃないですか、こういうやつって。だけどそれが音楽っていうのがいいですよ。音楽好きだしね。ケースにプリを入れたりするのも好きだから、好きの集合。私はやっぱりこれです。なんかずっと欲しくて、これも友達はこれのただのブラウン、裸のブラウン。この着ぐるみを着れないブラウンなんですけど、それが統一って感じで好きです。統一統一。私の一番お気に入りはこの紫のケースです。これはお父さんのお兄ちゃんに買ってもらったんですけど、持ちやすいんですよ。すごく持ちやすい。なんか私手が小さいのかわかんないんですけど、大きいのだと持てないわけじゃないんですけど、安定感なくって落とすの怖いんですよ。これぐらいのサイズめっちゃ良くて、あと色もめっちゃ好きだし、シンプルシンプルですね。シンプルイズベスト。イズベストイズベスト。あ、シンプルイズベスト。
これが私のお気に入りのスマホケースです。フォトフェッチちっちゃ聞こえてない絶対全く聞こえなかったちょっとだけ粘着感があるからあの触るとさ、あれじゃない髪にくっつかなくなりそうあー、何してるんですか髪にくっつきますって書いて売ってたのそうそうそう、でもなんかそれが売りみたいそう、それが売りだから私さ、これ気になったこれスポーズだちょっと私これ気になったダメです可愛いんですよ、これ色さ、なんか分かる蛍光のオレンジじゃなくてあー分かる真っ赤といってクレオレンジじゃなくて、うん、ちょうどいい色合いの色合いが好きですねこれポーズまだいいかっこいいじゃなくてガッツポーズしてるやつみたいなベースしてるからだったんですかあーいやどうも一本でしょこれいやなんか全然気づかないこうやってあーそうやって見てたの顔が皆さんはなんかスマホケースとかお気に入りの見つけるといいですよなんか楽しいですよ楽しいスマホケースを使うのってほんと楽しいから楽しいそうでもさ結局1個しか使わないからなんか買ってもずっと置いてあっちゃうんだよね私あー確かにお気に入りきちゃうからねお気に入りが確かに最近10にしたいなって思い始めてこれ11にしたいなでも11にしたの全部これなくなっちゃったんだよえじゃあさ11にしたらちょうどいい11にしたらこれちょうどいいこれちょうどいいお兄ちゃんだエコの機種 iPhone7 ですあ、できなかったねうん、7と言って一緒だからこれ使える私使えるだからもらえるまたなんか増えたら紹介したいねうんいつか、うん、紹介したいもしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知